一応こちらなんで電気入れていただきまして、はい、でこちらがバッテリー残量、はい、でこれが走行モードになります、うん、でこれが走行装置、あ、はい、これ上にやるとどんどんアシストが大きくなるような形になりますので、うん、はいはい、あのブレーキとあれ、あ、はい、こちらのように変速の方はこちらの方で、はい、後ろの方が11段変速で、はいはいはい、書いていただくような形になります、はい、去年も僕1回乗らせてもらったんですけど、そこから特に変わらず同じものって感じですかね。あ、分かりました。サイクルモード初日一発目は昨年に引き続きヤマハのグラベル E バイクワバッシュ RT をお借りしました。お話聞いたら去年と同じモデルだそうです。特にマイナーアップデートしているわけではないそうです、まあ、継続して販売しているって感じですね。全体のフォルムはこんな感じ、正面はこんな感じですね、うん、GRX11 段って言ってましたね。これですね、 GRX が使われています、うん、で特徴的なのが他にこれですね、ドロッパーズシートポストがこのハンドルのところに備わっています。あとインチューブバッテリーですね。これがインチューブバッテリーで、ここから開けることができると。で確か充電がここからだったですね。ここからは鍵か、鍵で開けることができると。確か直接、あ、ここですかね。ここからもう直接充電が可能だし、まあ、もちろんバッテリー外して充電することも可能です、はい、でモーターは昨年と同じく PS シリーズ ST という新しいタイプになります。とディスクブレーキは油圧式でしたね、確かね。前後とも油圧式でスルーアスクルですね、 GRX で、ここにヤマハのロゴがあって、ライトはまあ、YPJEC と同じ。メーターが先ほど言った通り、ここでレベル、モーターのレベルですね。よいしょ、します。はい、ドロッパーズシートポストなんで、まず最初の乗り降りが楽ですね。で上げてきます、シート上げます。分かりました。よし、変速出てきます。朝一でまだ空いてて気持ちいいですね。よし、はい、このドロップハンドルがハの字になってて、あのグラベルに特化したハンドルですね、はい、やっぱりあの今のところヤマハのいいバイクでは一番憧れの自転車だけだってかっこいいですね。乗り心地もいいです、うん、あーすごい爽快。やっぱり普段乗ってる YPJEC と比べるとモーター音がやっぱ静かになってるかなという印象はすごくありますね。あんまり、うん、どうやらウィーン、なんていうのかな、乗ってるとやっぱりグイーンというか、あのモーターが作動している音は結構なんとなく感じれるんですけど、ワバッシュ RT はほぼその音が感じないですね。すごく静か、まあ、もちろんあのメンテナンスがよく行き届いているっていうのもあるんでしょうけど、多分市場でいっぱいこれ使われてるんだろうから、そういう意味でももう結構1年ぐらい多分使ってるんですかね、わかんないけど、むしろすごく静か でタイヤも確か、700×これは38か40だったような気がするんですけど、タイヤも太いので非常に安定して走れます。こんにちは。よいしょ。坂道もやっぱりモーターで難なく、足の負担もかかることなく登れてきます、うん、やっぱりこれはすごくロングライドに向いてそうですね。
あの今ハイモードエコ、うん、エコでもまあ坂登れるな。まあスタンダードでちょうどいいぐらいですかね。うん、まあメーターが今乗ってる YPJEC のあのマルチファンクションメーターでなくなったのがちょっと残念なんですけど、まあ前も言ったかもしれないですけど、まあその辺はサイクルコンピューターとかスマホでまあ保管できるかなっていう感じですかね。うん、めちゃめちゃ安心してやっぱ乗れます。これでしまなみとか淡市とかしたらすごい最高でしょうね。うん、なんか僕みたいに背が低い人でも乗り降り、ドロッパーズシートボストであれば乗り降りしやすいですね。無理してあのフレームまたがらなくてもシートを下ろせば座れるんで、シートをちょっと下げていこうと思います。椅子下げていくと椅子も下がります。はい、到着。はい、ということでババ CRT 試乗終わりました。昨年同様やっぱり国内メーカーの e バイクの中ではもうほぼほぼ最高じゃないかなと思います。まあ、値段も安くはないけど外国の e バイクに比べたらやっぱりまだ手が出しやすい値段帯であるし、で性能も使っているコンポーネントとかも申し分ないと思います。うん、そうですね、やっぱ憧れの1台であることには変わらないヤマハのワバッシュ RT でした。はい、ありがとうございます。